こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日はこの夏のすごい暑そうな時に撮影に来ました。今昼の1時前ということで、気温はもしかしたら体温並みぐらいのところまで来てる感じもあります。すごい影が強いのが見てわかりますよね。手のひらを内側にすると影が、反対側にこうやって斜めを向けると光が当たるところが白くなる、明暗差がつきやすい、コントラストがつきやすいといった状況です。こういったコントラストがつきやすい状況の中で撮影するときの方法としては、例えば今手にしているカメラ、これキヤノンの EOS R5 ですけども、キヤノンの場合はピクチャースタイルというので、風景というのが割と色がコントラストが派手に見えます。それに対してニュートラルとか注意度設定、どちらかというと地味めの設定にすることでカバーをすることができますよ、というのが一つの方法なんですけども、カメラの設定だけではなくって、もう一つフィルターですね。今日用意しましたのが、もう名前の通りローコントラスト、コントラストをかけるフィルター、ローコントラストナンバーワンと、あとは明るいところ暗いところの差を縮めるフィルター、ブラックミストナンバー05。これは昨年出たもので、光のところがたくさん入れている撮影写真がパッケージになるわけですけども、これもコントラストを下げるフィルターということで、明るいところに対して暗いところに光を拡散するという効果があります。ただコントラストが下がるといったフィルターです。どの程度の効果が出るかというのを検証していこうと思います。はい、今日の被写体はこの風に揺れる足の穂ということなんですが、先ほど申し上げたように、ピクチャースタイルですね。これを変更していこうと思います。ピクチャースタイルを風景、ディティール重視、ニュートラル、注意設定がありますから、まずは何もせずに風景で撮った動画というのを作ろうと思います。はい、今撮影しているのがピクチャースタイルを風景にしたものです。まあ、これが一番コントラストが強く出るんではないかなと思ってこの設定にしています。シャッタースピード250分の1秒、絞りは F8 で、この強い風で揺れている足の穂ですね、穂を取っているというところです。河原の風景、夏場の河原の風景といった感じがすると思います。ピクチャースタイルの設定をより地味めの設定となるように休日設定でいきましょうかね。休日設定でいきます。これで撮影していきます。はい、今度はコントラストがカメラ内では一番地味めの設定になろうかと思う休日設定のピクチャースタイルで撮影をしています。風は先ほどよりかやや弱めかなという感じですけども、風で揺れているこの足の穂と葉ですね、葉っぱの当たったところが白くキラキラ光っていて、光が当たらないところが暗い、これでこのコントラストになってるんではないかなと思います。次にピクチャースタイルは休日設定のままこのフィルターですね、現行のローコントラストナンバーワン、コントラストを下げるフィルターというのを使って撮影してみます。まあ、フィルターは動画でも電話だけで効果が出るということですから、本当に気軽に簡単に使うことができます。この動画はローコントラストナンバーワンをつけた状態で、レンズは 100mm の F2 のキャノンのレンズですね。これで、風に揺れる足の方を捉えているといったところです。目視で見るとやはり光が白く当たっているところは白く出ますし、影のところは暗いわけですが、ローコントラストの効果でどれぐらいこのコントラストが下がるかというところが見どころというところのことかと思います。そして次に使うフィルターが昨年発売の大ヒットフィルター、ブラックミストナンバー05ですね。ブラックミストナンバー5というふうに間違って書かれることも多いわけですが、光をコントラストを下げるというふうに考えられているというフィルターです。ナンバー05でどれぐらいの効果になるかというのをチェックしていこうと思います。これがブラックミストナンバー05をつけて撮影している動画です。光が当たっている部分と
まあこれ葉っぱが揺れながら白いのが光が当たっているところなわけですけども、光が当たってない暗い部分とどれぐらいコントラストが下がるかなというところが見どころだと思います。ブラックミストナンバーワンに比べて効果が半分というのがナンバーゼロ5なわけですが、こういった光のキラキラしている場面、光を拡散する効果がどの程度生きるかというのをこれで検証できればなと思います。カメラのモニター上では、ここまでわかるかなといった感じもしますがね、これが風景モード、注意点設定、そしてローコントラストナンバーワン、ブラックミストナンバーゼロ5かなといったところで、まあどれぐらいの差が出るかというのはこのカメラのモニター上では微妙というところかもしれませんが、家に帰ってパソコンで違いをちゃんと確認してやってみようと思います。まあ、今日はこういったわけで、太陽が眩しい状況の中で、ローコントラストナンバーワンやブラックミストナンバーゼロ5、どれぐらいコントラストに効果が差が出るかというのをチェックしてみました。